どうも、霊夢です。どうも魔理沙だぜ。ということで今回はイベント、ネバーギブアップクッキングを振り返っていくわよ。今回もイベントお疲れ様だぜ。今回はあんなキャラやこんなキャラのポンコツな姿が見れて非常に面白かったわね。さすがは年に一度のホワイトデイイベントだわ。ホワイトデイって別にポンコツな姿が晒されるギャグイベントじゃないぞ。まあでもギャグ要素はかなり多くてめちゃくちゃ笑わせてもらったな。この動画には最新イベントのネタバレを含んでいるから、ギャグ展開を初見で楽しみたい人はまずはイベストを読んでみてくれだぜ。それじゃあ今回も振り返りを頼むぞ。今回はトウヤくんの元に、サキちゃんからパーティーの招待電話が来たとこから始まりね。その日は親木家と天馬家の両親が集まって食事会をすることになっていたんだけど、大人だけの集まりだからトウヤくん、サキちゃん、司くんは天馬家に集まって子供だけのパーティーをすることになるわ。もともとは親木家と天馬家は親同士が知り合いで、トウヤと天馬兄弟は小さい頃からよく一緒に遊ぶ仲だったんだよな。トウヤくんは幼少期の頃は毎日のように親にクラシックを叩き込まれていたことから、天馬家に預けられることを心待ちにしていたようね。そりゃ朝から晩までクラシック教育を毎日のように受け続けたら気がおかしくなりそうだぜ。トウヤにとって天馬家は心のオアシスだっただろうな。それからトウヤくんは歌の練習のために世界へ、集合時間にはまだ早く、他のメンバーは誰もいなかったけど、そこではレン君とカイトさんがキッチンを貸し切ってお菓子作りをしていたわね。もちろん女性メンバーには内緒でやっていたけど、メイコさんにはすでに目的はバレていたようだわ。まあこのホワイトデイという季節で男性メンバーがキッチンを使い始めたらバレてしまうだろうな。トウヤくんだけはなかなか察せていないところがまた面白いわね。やはり昔から音楽以外のことは触れてこなかったし、世間のイベントごとには疎いところがあるよな。マリサはそんなの関係なくどうせお菓子とかもらえてないでしょ。おいこら悲しい現実を急に言い出すんじゃない。まあでもトウヤくんはちゃんとホワイトデイの贈り物を考えていたようね。その中で天馬兄弟にも感謝の気持ちを込めて、パーティーの日に贈り物をすることになるわ。幼少期の頃からお世話になっていたからな。素晴らしい心意気だぜ。そしてトウヤくんは贈り物を決めるためにショッピングモールへ行くんだけど、偶然にもそこでルイくんと遭遇したわね。この二人の組み合わせもかなり珍しい気がするぜ。ルイくんは司くんと一緒にショーをやっているから、何かいい贈り物がないか相談するんだけど、手作りのプレゼントなら思いがこもっていて喜んでくれると教えてくれたわね。ってことはレンやカイトたちと同じでトウヤもお菓子の手作りに挑戦するってわけだな。だがトウヤは最近まで包丁すらまともに使ったことないぐらいだったのに、お菓子作りを始めて完成までたどり着けるかが心配になるぜ。こうしてトウヤくんの初めてのお菓子作りが始まったわね。こうやって見ると青柳家のキッチンってめちゃくちゃ高級な道具が揃ってそうだぜ。今回トウヤくんが挑戦するのは、ふんわりふわふわシフォンカップケーキ。美味しそう。レシピを見ながら着々とお菓子作りを進めていく姿とても可愛かったわね。そういや以前初めての包丁に挑戦した時はビビバスのメンバーが見守っていたが、今回は完全に一人でやってるからますます心配になるぜ。本当にね、ちゃんと卵をかき混ぜられるかしら。いやどこを心配してんだ、それこそ誰でもできるところだろ。いやいや、お菓子作りはこの混ぜ具合が非常に重要なのよ。え、そうなのか？これはストーリー後半でカイトさんが教えてくれるから、お菓子作りに挑戦する人は読んでみるといいわね。トウヤくんはとにかく混ぜに混ぜまくった結果、ふんわり感がなくなりとても美味しいと言えるものではなくなってしまったのよね。卵一つとっても混ぜ方からちゃんと考えてやらないといけないんだな。トウヤくん一人ではどうにもならなくなってしまい、世界に行って、最も料理ができるカイトさんとメイコさんに教えてもらいに行くのよね。料理で手こずったら誰かに聞くのが最善だな。しかしいざ世界に足を運ぶと、そこにいたのはビビミクちゃん一人だけ。せっかくだからトウヤくんはミクちゃんにもカップケーキ作りについて相談したわね。え、ビビミクに料理を？その判断はまずいのでは。さすがはビビミクちゃん、カップケーキぐらい余裕で作れそうな顔を見せたわね。作れそう。作れるとは言ってない。ビビミクの料理スキルをトウヤは知らないんだな。自覚がない短所ほど恐ろしいものはないわね。なんせビビミクの料理は何が完成するか予測できないようなことをしだすからな。まあこれは練習だしすぐに異変に気づいてくれるはず。ただお菓子作りの練習で大事なのは味見役ね。トウヤくんは甘いものが苦手でそんなに食べられないし、ミクちゃんも現実世界だとホログラムとなって物体に触ることができない。そこで最初にお菓子作りを進めてくれたルイくんに味見役をお願いしたわね。ルイ様逃げてくれー。トウヤくんの事情だけ知っているルイくんは心よく味見役を引き受け、いざ調理開始。ミクちゃんが料理ができると思っているトウヤくんと、料理がクソ下手なことに自覚がないミクちゃん。この二人によるお菓子作りがどうなってしまうのか。いやもう成功の二文字にかすりもしないぜ。トウヤくんはビビミクちゃんに言われるがまま、着々とお菓子作りを進めた結果。
いや待て待て、トーヤはオーブンから取り出した時におかしいと思わなかったのか？海外ではこういうものもあるそうよ。焼いてる途中にケーキが破裂した音がしたそうだが、元気があり余ってるのよ。元気があり余ってるケーキってなんやねん。え、嘘だろ、食べるのか？ルイはこのケーキを食べるのか？まあでもルイ君が青柳家に到着した時はお菓子のいい香りがしてたみたいだから、きっとこんな見た目でも香りはいいのよね。ここから始まったルイ君の食レポ、あまりにも面白いからぜひ一度読んでみてほしいわね。全体にまぶされたスプリンクルのカラフルな色合いが驚くほどに食欲を失わせる。それだけじゃない、オーブンの中で破裂したせいか、カップケーキの上部は大きく膨らみ、一部が容器の外へとその中身を垂れ流している。ダムの放流を思わせる荒々しい見た目だが、色合いもあってますます毒々しい。およそ食べ物として認識したくない。先ほどまであったはずの空腹感がどこかへ逃げ去るような見た目だ。だが食べ物は見た目で判断できないはずだ。まだ味に期待することはできる。まるでショーで新しい演出のアイディアを思いついたぐらいの興奮度で語ってくれているところがまたウケるぜ。あのルイ君の顔が青ざめるとか、こんな貴重なシーンが見れるなんてあまりにも神回だわ。いつもだったら派手な演出で司を青ざめさせていた側なのに、まさかルイがここまで追い詰められる瞬間が来るとは。ミクちゃんとトーヤ君コンビのお菓子作りの迫力はそれほどのものだということね。そして味の感想を伝えた時のセリフは、美味しくなかったという表現をオブラートに包むための万能な言葉を使っていたわね。そうだね、なんというかとても個性的な味だ。相手を傷つけないための最善の一言だよな。そしてトーヤ君もその場で一口味見をするけど、やはり顔が青ざめるほどのまずさだったようね。そんな味でもちゃんと食べきってくれるルイ様、優しすぎるぜ。そしてお菓子作りに失敗したトーヤ君を励ますと同時に、気分転換にトーヤ君と司君たちの過去について話してもらうことになったわね。二人は親しい関係ではあるが、見れる回数は少なかったから深掘りしてくれるのは助かるぜ。昔のトーヤ君はクラシックの勉強尽くしで、誰かの家に遊びに行くことなんてなくて、初めは天魔家に預けられることすらも不安だったようね。外の世界を知らないと何もかもが怖いよな。それもあってか、最初はトーヤ君はほとんど笑顔を見せるようなキャラではなかったんだけど、それを司君がショーを披露してくれて、トーヤ君を笑顔にしてくれていたのよね。司は幼少期の頃から人を笑顔にさせることができたなんて、まさにスターの原石だぜ。サキちゃんとは会う回数がかなり少なかったみたいだけど、それでも3人で遊ぶ時にはトーヤ君にとってホッとするような気持ちにさせてくれる場所になっていたわね。そうか、昔のサキは体が弱くて病院にいる時間が長かったもんな。そんなサキもお兄ちゃんのショーを見て笑顔になれたんだな。昔のことを語っていくうちに、より一層天魔兄弟へ恩返ししたいという気持ちが強くなり、トーヤ君はお菓子作りを諦めずにもう一度挑戦すると決めたわね。二度も失敗したのにそれでも折れないトーヤ、かっこよすぎるぜ。一方その頃世界では、ビビミクちゃんがトーヤ君にお菓子作りを教えたことをカイトさんとメイコさんが知ることになり、二人は嫌な予感に侵食されたわね。その嫌な予感は的中してしまったな。残念ながらもう手遅れだぜ。そしてトーヤ君は世界に行ってもう一度お菓子作りに挑戦、今度はちゃんと料理ができるカイトさんに教えてもらったわね。カイトが作るパンケーキはマジでうまそうなんだよな。ビビミクちゃんも一緒にカイトさんにお菓子作りを教わるんだけど、そこで初めて自分が料理ができないことに気づいたのよね。昨日からずっと考えてたんだけど、もしかしたら私、思ったより料理できないのかもって。カップケーキ作りを失敗した時ではなく、カイトの説明を聞いてようやく気づくとは。いや、それでもこの気づきは大きな進歩だぜ。今回のイベントで見れたビビミクちゃんの暴走っぷりは、前回のビビバスイベであれだけかっこいいセリフを残したキャラと同一人物とはとても思えないわね。そんなギャップによってますます好感度が上がりそうだぜ。そしてカイトさんの教えもあり、3度目のお菓子作りを完遂。改めてルイ君にもう一度味見をお願いしたわね。あれだけのものを食べてもなお味見役を引き受けてくれるルイ様はさすがすぎるぜ。カップケーキ作りも3度目の正直、見た目、香り、味、これら3点すべて、1度目の食レポとは比べ物にならないほどの高評価。食欲をそそる香り、そして味もとても美味しいカップケーキを仕上げることができていたわね。一人で作った時とは比べ物にならないぐらい成長してやがるぜ。さらにこれだけで終わりではなく、チョコレート入りカップケーキなど、アレンジも加えたものも作れるようになっていたわね。
こんなにお菓子の話をされるとこっちまでお腹が空いてくるぜ。だがもうプレゼントとしては最高のものが仕上がってるな。そして天魔家でのホームパーティー当日、天魔兄弟へのサプライズカップケーキは二人を大いに喜ばせることができたわね。これは立派な恩返しになっただろうぜ。ここで驚かされたのはカップケーキの種類の豊富さね。抹茶やイチゴにブルーベリー、すべて東野くんの手作りってことを考えると予想以上に手の込んだものを用意していたわね。初めてのお菓子作りから始まってこの上達は天魔兄弟だけではなく我々ユーザーも驚かされたな。昔の東野くんはクラシックに縛られて自分のことを誰も理解してくれないと思っていたけど、今はビビバスという自分を理解してくれる仲間がいる。ただビビバスやアキトくんたちと出会うまではこの天魔兄弟が東野くんのことを支え続けてくれたのよね。天魔兄弟からしたら何気ないことかもしれないが、東野にとってはまさに恩人だったんだろうな。その分の恩返しができて本当に良かったぜ。ということで今回のイベストはここまで。いやー今回は非常にギャグ要素が多くて大いに笑わせてもらったわね。料理が下手なビビミク、何も知らない東野。この二人の化学反応で生み出されたカップケーキは今後も語り続けられるだろう。ビビミクちゃんが料理ができないことに自覚を持てたのはかなり大きい成長だったわね。ということで皆さんは今回のイベストどこのシーンが印象に残りましたか？ぜひ感想をコメント欄で教えてください。この動画が良いと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。